三浦梅園三浦梅園完成元年3月14日は日本の江戸時代の思想家、自然哲学者、本職愛者、文語国の出身、意味名は進む、常理学と言われる独自の学問体系を築いた言語が有名。主要著書としては他に税語、あえ語がある。これらは梅園自身によって梅園産語と命名された。この産著作が 梅園の思想の骨格をなすのである。このうち、税語と、愛語は完成したが、言語は37年の歳月を費やして、ついに完成できなかった。梅園産語以外の著書には、死学概論、死鉄、形成論、値、原、医学書、未成やマリタン、造物やマリタンなどがある。また、読書日記、裏越記には、どうかの系府の哲学概論、ワイナンコ 西洋天文学説、天魚あるモンをはじめ、創始、列史、総学、朱子学、仏教書などの数多くの署名も記されており、三浦梅園の思考はこれら関席の教養の上に成立していた。また、同校径、半安支博の人となりをしたっていたという。梅園は三度旅をした以外は、故郷の多い他県国崎半島を離れることはなく、 異業の傍ら黙々と試行を続け、その淡々とした生涯を終えた。複数の藩主から将兵の声もあったが、断ったという。21世紀現在では、地元秋町に梅園自身が設計した旧宅があり、近くには宿泊施設、キャンプ場、天文台、梅園などが整備された梅園の里があり、設備の完備した資料館に膨大な実質工本類すべてが保存されている。 メルカトル図法で描かれた世界地図や南天図、北天図などがある。明治45年14位を追蔵された。田尻左辺、増衣所見伝蔵補版上特使増衣年表 P30。ありがとうございます。